はい、おはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。乗り物おじさんです。コロナで交通業界利用が低迷しています。少しでも利用促進のきっかけになればと、取りためた過去の画像から、今回、路線紹介動画を少し作ってみました。コロナが落ち着いたらぜひ皆さんも足を運んでみてください。さて今回ご紹介するのは、近鉄西田原本線の紹介動画を作っていました。西田原本線は奈良県にあります。距離が10キロほどの小さな路線です。昔は小型車両が走っていましたが、今は大型の近鉄8000系列の、ワンマン改造車が走っています。今回スタートになる西田原本線は、近鉄橿原線の田原本駅から約150メーターほど離れたところにあり、一見するとどこともつながっていない、独立した線区に見えますが、駅の王子寄りに連絡線らしきものが確認できるので、そこから車両の搬入をしているかもしれません。日中の、本数ですね、こちらだいたい昼間は毎時3本、もしくは2本という、ローカル線ならではの本数で運行されています。はい、路線図です。これも駅が、少ないですね、短い10キロの路線になります。非常にローカル線という感じですね。はい、次に発車待ちの車両を見てみましょう。私は近鉄の車両にはそこまで詳しくないのですが、8000系、これは近鉄奈良線で幅広の大型通勤車で走っています。その8000系をですね、ワンマン改造して3両編成で、運用されています。運転台、こちらになります。ブレーキは HSC 系のブレーキを、装備しています。最近の鉄道車両、ハンドルがワンハンドル、片手ワンハンドルなどが主流ですが、このブレーキシステム1世代前のものと言えますが、自分の、思った空気圧力、これをですね、ブレーキシリンダーに込めれるので、応答性が良ければ、とても HSC 系の、ブレーキシステム運転しやすいと、私は思っています。見た目も鉄道車両を運転している感じがして、とてもかっこいいと思います。それでは早速乗ってみました。列車を動き出しまして、最初の交換駅橋尾というところに到着です。せっかくですので降りてみました。近鉄橋尾駅前に、かぐや姫の里と書いてある、看板とゆるキャラが置いてありました。この町、竹取物語と縁深い町なのでしょうか。そして再び橋尾から今度王子行きに、また乗りたいと思います。橋尾駅ホームで、列車を待っていますと反対の列車が到着。同じ8000系なんですけども、この車両ちょっと、ボケーと見てたらですね、あることに気づきました。これ1両目と2両目なんですけども、よーく見てもらうとわかるんですけど、屋根のですね、形状が違いますよね。これ多分なんですけども、もともと先頭車だった車を運転台撤去して、中間車に改造したのではないかなと思います。
まあ、間違ってたらちょっと申し訳ないんですけども、まあ、明らか屋根の形が違うので多分そうではないかなと思います。この先ですね、橋尾からまた王子行きに乗りまして、この後の都合もありましたので、このまま乗り通して終点の王子駅まで乗りました。終点の王子駅は近鉄生駒線と、JR 線が乗り入れる乗り換えの駅ですね。近鉄は区別するため王子ではなく新をつけて新王子と名乗っています。ですので近鉄の駅は新王子ですね。新をつけておりませんでした。大変申し訳ありません。 JR 線は王子駅になります。簡単な動画ではありましたがいかがだったでしょうか。実際皆さんでご乗車していただいて、小さな発見をしてほしいのであえて細かく説明はしていません。ぜひコロナが落ち着いたら、ご乗車をしてみてください。最後になりましたが冒頭でもお伝えした通り、公共交通の利用が現在極端に落ち込んでいます。運転手として乗務していても、目に見えて減っています。飲食業界、大変だと思います。また公共交通、旅行業界も、今窮地に立たされています。乗ってのこそ公共交通を合言葉により一層のご利用を皆様よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。乗り物おじさんでした。バイバイ。